はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回は、いつものテトワールドなんですけれども、テトワールドのいつもの場所からちょっと離れた場所に来ております。ここはなんとなんと海底神殿なんです。で、すでに下は攻略済みなので、ここにガーディアントラップを、作りたいと思います。で、多分今回はね、そのガーディアントラップを作るために、水抜きをしたいと思います。まずね、まず水抜きをしないと話にならないと思うので、水抜きをしたいと思います。ちなみに本当にあそこの明かり見えると、うわ、いるで、砂置いてくんですけど、効率化を図るためにリピーターとかちょっと持ってきてます。で、これを使ってね、安全にかつ素早く、リピーターとかを使って安全かつ素早く、やっていきたいと思います。で、やるためには、要はここにこうやって置いてやっていくんだけど、一段下掘らなきゃダメだな、怖え。どうしよう。そっかそっか、そこ掘っちゃうとダメか。はい、そこ行ける。よしよし、もうガーディアン怖いっすからね。そっか、土もあんまないんだ、持ってきてねえんだよ。よいしょ、ね、準備を、どうしよう、ここも持っちゃって、よしよし、ここにこれ、ここに要は砂をトン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 と置いてって、どん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 ピストンがガシャン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 って向こうに、前に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 行って、安全にね、砂を落としていけるというようなシステムになってます。で、砂は一応こんだけ、とりあえずね、こんだけ持ってきてますんで、まあこのシステムを今回はご紹介したいと、これ違うわご紹介したいと思います。はい、それでは、作り方を説明していこうと思います。というか、作り方も何もないんですが、ピストンをとりあえず、出したい方向を向けておきます。で、その手前の下にレッドストーントーチをここに置きます。で、その向こう側、どっちでもいいです。こっちから置いて向こう側でもいいですし、こっちから向いて向こう側でもいいんですけど、向こう側にレッドストーンを置きます。で、そしたらレッドストーンの、ピストン側のところに、何でもいいんでブロックを一つ置きます。これで完成です。これであとは砂をここに置いていくだけ。そうすると勝手に動いてくれるんで、ほらーっていう、ほら、もうだってさ、いいじゃない。あ、でもいい、手前が置けない。あ、置けてる置けてる。そこまで行くと次に行くよね。オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。これクリ、これ長押しするだけで OK だ。これは便利。あ、長押しだとたまにダメだね。ピストンが遅くて。たまにタイマー解いちゃう？あ、でも OK、OK、いけるいけるいける。これは楽だ。ガシャンガシャン。ほら、こんだけ埋めた。きたきた、これはいいぞ。
横幅が何マスなのか分かんないんだよね。ちょっと怖いけど出る。ただ登ってこれないんだよな、これ下塞いじゃったんで。この辺から登ってくる、登り口があるんですけど。いいじゃんいいじゃん。海底神殿の範囲が知りたいな。ちょうどね、ここが真上かな、ど真ん中だった気がするから、あー知りたいけど、まあまだでしょ。こんな感じでやっていけば、まあ大量のね砂が必要なんですけど、とりあえず限界まで置いていきましょうか。あ、限界だ。これが要は向こう側の横の長さの限界ですね、ピストンの。そしたらこのピストン壊してここに置く。でレッドストーンとか壊して、ここの土を壊して、はい、そしたらじゃあまた同じことやっていきます。に置いてここに置く。でサドーはい、これで限界ですね。これで3列できました。そしたらちょっと実際にどうなってるか確認しに行きたいんですが、木材ないよな。ちなみに下こんな感じになってます。いるなあそこに。湧いてるってことか、あれは。で水ないとこって湧かないんじゃなかったっけ。湧いた、湧くの。あいつ攻撃してきたっけ。ちょっと怖えな。よいしょ、うん、いい感じに中水抜きできてるね。で全然まだね、なんか完璧に水抜きできてるわけじゃなくって、水抜きできていないところも多々あるので、そこはちょっと気をつけなきゃいけない。あんなとこにチェストあるよ。よっ、チェスト開けれるかこれ。違う違う違う、あそっか、はしご登ってるとダメか。はいで下にまだ水あるし、うん、高いな。こん中に木があるかな。あったあった。よーし、原木あった。お、小麦もあるじゃん。ご飯作れるじゃん。優秀だね。だ、なんであんな上にまだチェストが置いてあるのかっていう疑問が残るけど。じゃあちょっと下降りてみますか。あ、ここまだじゃん。待って待って待って、あ、一番手前まだだし、あ、手前っていうかそのこの辺の下もまだなんだ。この辺の下先埋めなきゃ意味ねえなって思った。拠点の下をまず埋めよう。そっから始めよう。これなんだ、あ、砂岩、砂岩だと。砂岩はいらねえよ。よいしょ。普通に落とすとっていうスピードを見せるとこんな感じになっちゃう。どうしても二個置きとかすると速くなるけど。そっかそっか、先に埋め立てないといけないか。待って、砂足りないじゃあ足りない気がする。とりあえず3列
めちゃおう。3列ってここじゃねえし、こっちだ、こっちだ、こっちだ。ほらで、意外とねこの辺は頂点なので割と早めに処理できるかなと思います。うひゃー怖え。でもこの石ブロックとか完全に足場作るために置いたようなもんだからな。この下もやりたい。ビーストもしっかり回収しましょう。左手何も持たない方がいいかな。松明持つと松明置いちゃうんだよね。うわすげえできてる。これでここの縦の列は水抜きできてるはずなんで。できてるよね。怖いなってちょっと怖いから階段盛りしていきましょうか。死にたくないんでサバイバルなのでね、できてるはずなんですけど、やっぱでき、ん？下ができてないか。やっぱり回転時代の中か。中だな。あ、違う。ちょうどここも拠点の下だ。石ブロックが置いてあるとこは。ここ下は？ここは内部ですね。内部がまだ。水抜き完璧にできてないからあれだけど、階段に階段に、ここに顔出すのも怖いんだよ。うわいい感じ、いい感じだよ。なんかガーディアンのあれが線が見えない、ね、よし、ほらほら下まで行ける行ける行けるじゃないですか。ねえ砂もっと持ってくればよかったかな。ケチっちゃったな。まだ行ける、まだ行ける、ここまで行ける。階段漏れして OK。 さあどこまで下まで行けるか。回転神殿の屋根が見えればもうその列は水抜きできてるってことなんで、来た屋根見えた。ここ掘っちゃうと多分水ビャッて出てくるから、出てくるよね、だよね。ここが中？外？あ、横だね。横がまだなんだよね。でもこれでほらほら上見えたから、ここ掘ったら多分ねさらに見える屋根が。うわーこのやり方やっぱ早いよ。早い早い。いいじゃないっすかね。はい、
というわけで、こんな感じで下の方まで取れましたっていう感じで、ピストンを使って砂を配置していくとかなり楽に、湧き潰しじゃなくって水抜きができると思いますんで、もしよろしければ皆さんもこれ真似してみてください。で、中の水抜きの方法も回転神殿壊しながら砂埋めればいいだけなんで、そんなに難しくはないんです、ないと思いますね。とりあえず外を全部取っちゃってから中を攻めるみたいなね、感じのやり方も、もしねこの回転神殿攻略したいっていう人がいたら、そういうやり方ももしかしたらありなんじゃないかなと思います。ただね、サバイバルなんで時間かかりますけれども、頑張って今からここを水抜きしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価、コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は、右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は、画面右下の再生リストから見ることができます。では、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。